岡本伝之助岡本伝之助11月17日から1982年1月15日は、日本の政治家、衆議院議員、横須賀名誉市長、実業家、神奈川県多額納税者、最下や会長、横須賀商工会議所顧問、神奈川県出身、岡本伝兵衛の長男、神奈川県立横須賀中学校で学び、中退した、1九百五年、 家督を相続し、企業のご副賞を継ぎ、五百貨店債貨屋を設立し、社長となる。債貨屋、債貨屋、商事、相模運輸、神奈川県繊維製品配給統制各社長、小宮、神中鉄道、京電社各、取締役、日本百貨店組合理事、横須賀方面繊維製品小売商業組合理事長、相模運輸監査役、道場無取締役、 横須賀商工会議所会頭、同顧問などを務めた。1941年2月13日、横須賀名誉市長に就任。軍部と協調し、海軍を中心とした施策を推進し、浦賀町、北下浦村、長井町、竹山村、大須町、図市町の編入を実現した。1942年4月の第21回衆議院議員総選挙で、 翼山政治体制協議会の推薦を受け、神奈川県第2区から出馬のため同月6日に名誉市長を退任。衆議院議員に当選後、同年5月6日、再び名誉市長に就任したが、衆議院議員の業務多忙のため、1943年4月17日に名誉市長を退任した。戦後、公職追放となった。1965年、 最下屋会長、1975年、埼下マーと会長となった。趣味は読書、宗教は総当集、住所は神奈川県横須賀市、深田町。ありがとうございます。